本日が8月15日月曜日、ただいまのお時間が午後8時を回ったところです、はい、本日のお相手は私佐藤博之と制作部の中村雄一です。よろしくお願いしま す。さてさて、はい、8月も半ばを迎えて、そうです、ね、お盆ですね、はいはい、お盆ですね。お盆なんですよね。そうなんですよね、なんかうち実家が和菓子屋なんで、はい、多分今すごく忙しくしてると思います。忙しい時期なんで、ね、はい、だからこう休めなくて、だからお盆って休みってイメージがなくて、うち、ん、は忙しいってイメージがあって、これが終わって、はいはい、ようやく田舎に帰るみたいな。なるほど。そうなんですよ。僕20日とかぐらいにだいたい山形なんですけど、田舎そこに帰るみたいにしてて、なんか向こうにもいとこいるんですけど、山形の夏休みが短くて、あ、秋休みとかがあるような地域ですね。そうなんですよ。冬休みが長かったりするんで、はいはいはい、いつも遊べなかったイメージがそんなことはどうでもいいんですけどまずはこちらからお伝えします、はい、キャラメルボックス2011サマーツアー、はい、降り注ぐ100万粒の雨さえも、はい、こちらがですね、東京公演が真っ最中でございます、はい、こちら8月28日日曜日まで、サンシャイン劇場で上演中でございます、はい、こちら今どんな状況でしょうか。はい、あと2週間しかないんですね、はい、ちょっとびっくりしました。はい、こちらですね、まだ最終日以外は、はい、お電話でもインターネットでもご予約を受けたまっております、はい、東京公演最終日8月28日日曜日、こちらのステージは現在キャンセル待ちのご予約を受けたまっておりまして、はい、キャラメルボックスのお電話でのみご予約を受けたまっております、うん、その他のステージはまだ先ほども言ったようにインターネットでもご予約いただけるんですが、はい、まあ、比較的、まあ、混み合ってきているステージといたしましては、やはり土日の14時開演のステージですかね、はい、20日21日あと27日、はい、こちらの3ステージは他と比べると混み合ってきておりますので、もしこの日にという方いらっしゃいましたらお早めにご予約ください。はい、はい、あとあれですよね、17日水曜日の2時の会は坂口さんの1500ステージですね。はい、こちらも毎回ね、何か、はい、そういうステージのちょっとしたなんかサービスがありますので、はい、もしよろしかったら、はい、水曜日まだまだ大丈夫ですね。大丈夫ですよ、お昼は。はい、ですのでよろしくお願いいたします、はい、待ちしてます。はい、続きまして名古屋公演です、はい、名古屋公演は9月3日土曜日4日日曜日と名鉄ホールで行われます。はい、こちらは今どんな状況でしょうか。はい、こちらは2日間しかないんですね。はい、はい、ですね、日曜日のステージがやはり一番混み合っておりまして、はい、はい、こちら S 指定席が残りわずかとなっております。はい、はい、土曜日の2ステージ14時開演9時開演のステージは、はい、どちらも S 席 A 席ともに余裕がございますので、うん、はい、なかなかね、予定がつきにくいかもしれないんですけど、そうですね、はい、当日でも入れると思いますので、はい、スケジュールが来ましたらぜひご来場ください。はい、去年はね、確かお盆あたりに行ったような気がするんですけど、そうですね、ここ2年ぐらいは大体お盆が名古屋でしたね。今度は9月明けてすぐみたい、はい、どうもね、夏休みの最中になかなかお伺いできなくて申し訳ないんですけれども、はい、よろしかったらぜひ土日なんでね、はい、来やすい人もいると思いますので、よかったら見に来てください。よろしくお願いします。お願いします。最後は神戸公演です。はい、神戸公演は9月10日土曜日から18日日曜日まで新神戸オリエンタル劇場で行われます。はい、こちらどんな状況でしょうか。はい、こちらがですね、やはり、はい、最終日ですね、9月18日日曜日14時開演のステージは、はい、大千秋楽、はい、混み合っておりまして、こちらも劇団の方でキャンセル待ちのご予約を受けたまっております。はい、はい、その他のステージ、やはり土日のお昼の会が混み合っておりまして、うん、11日14時の会と17日お昼の会、はい、はい、こちらまだS 席 A 席ともに販売しておりますが、 S 席の方に関してはもしかしたらお早めにご予約いただいた方がいいかもしれません。はい、はい、その他のステージはまだまだ余裕ございますので、はい、前方の方でという方はぜひ平日ステージにご来場ください。さあ、東京も神戸も平日はまだまだ大丈夫ということですね。はい、はい、こちら始まって1週間とちょっとだったんですけれども、はい、ま、お盆休みとかも重なってなかなかね、その、客席が寂しい日もあったんですけれども、ね、はい、結構その見に来ていただいたお客様には好評いただいておりまして、そうですね、はい、はい、盾とかもものすごいと、いろいろ、はい、加藤さんはずるいって言われたらあの盾とあの音楽はずるいみたいなと言われたんでらしいですけど、見応えのあるお芝居になってると思いますので、もしよろしかったら劇場まで足を運びください。はい、よろしくお願いします。お願いします。続きましてこちら、はい、
キャラメルボックス、ナレ豊かの世界名作劇場ボリューム3、はい、飛ぶ教室、はい、こちらはですね、まず東京公演、東京池袋公演がですね、はい、10月13日木曜日から23日日曜日まで、はい、アウルスポットで行われますと、はい、こちらの前売り返しが8月28日日曜日午前10時からとなっております。はい、次にですね、東京葛飾公演というのがあります。はい、葛飾の、亀有リリオホールで行われるんですが、はい、これが10月29日土曜日と30日日曜日となっております。はい、こちらは今チケット絶賛発売中でございます。そうですね、後に行われるんですけど、はい、まあ、ちょっとこちらの公演がそのホールに、リリオホールにお招きいただいて上演する公演ということで、はい、チケットの販売は先に行われております。はい、こちらの方もよろしくお願いします。はい、そして、北九州公演があります。はい、北九州公演は11月5日土曜日、6日日曜日と北九州劇場中劇場で行われます。はい、こちらの前売り開始は9月4日日曜日となっております。はい、こちらまだまだ僕知らないんです。まだ全然今公演中ですけど、ね、ああそうですよね、僕出るんですけど、ゲストには久々に青年座の大家さんが、なんかこの名作劇場といえば、そうですよね、感じになりつつありますね。はい、あのボリューム1の、ペリクリーズでもお世話になりました、はい、この大家さんも出てくれます。はい、こちらはあのドイツのお話で、成井さんが大好きなお話らしいんです。そうですね、はい、どんな芝居になるのやらでもまあ世界名作劇場は1作やって2作やって、なんか大体 の方向性ができてきたかなと思いますので、はい、その延長線上にあるんじゃないかなと僕は思ってるんですけれども、はい、5人が、はい、チラシだと出てるんですけれども、はい、どういう活躍をするのか楽しみでございますね。はい、はい、こちらもどうぞよろしくお願いします。お願いします。続いて冬公演です。はい、こちら、キャラメルボックス2011クリスマスツアー流星ワゴン、こちらがですね、神戸公演が11月18日金曜日から25日金曜日まで新神戸オリエンタル劇場で行われます。はい、こちらの前売り返しは9月18日日曜日午前10時からです。はい、次に東京公演です。はい、東京公演は12月3日土曜日から25日日曜日まで、はい、池袋サンシャイン劇場で行われます。はい、こちらの前売り返しは10月2日午前10時からとなっております。はい、はい、こちら、まあもう言わずと知れた名作、名作ですね、重松清さんの、いや原作読んで泣かれた方は多いと思いますよ、ね、本当に、はい、これをね、キャラメルボックスがどう味付けをするか、はい、まあ、ここ最近その原作をお借りしてやるのが多いんですけれども、はい、そちらもかなり好評いただいておりますので、こちらの方もぜひぜひご期待くださいということで、はい、よろしくお願いします。お願いします。と、ここで、はい、来年度のトライアスロンパスのお知らせをしたいと思うんですけれども、はい、はい、はい、そうですね、では私の方から、はい、よろしくお願いします。はい、トライアスロンパスというですね、はい、あの2012年の、本公演をですね、はい、全て見ると宣言していただいて、はい、まあ、先に、チケット代を支払いいただくというサービスで、まあ、さまざまな、お得なクーポン券などが、はい、その代わりついてくるという毎年もう恒例のものなんですが、サポーターズクラブの会員の方限定のサービスです。はい、はい、こちらがですね、昨日販売になりまして、はい、はい、まだまだインターネットが昨日ですね、お電話でのご予約が明日、はい、16日から開始いたします。はい、はい、まあ、公演数が多いので1枚 25,700 円、なるほど、はい、その代わり全公演を見られるということですね。そうですね、はい、はい、全公演見られますし、その最先行予約なんですね、はい、一番初めに予約ができて、前すぎず後ろすぎず横すぎずっていうような一番見やすいところですね、はい、そういったお席をご用意しておりますので、はい、はい、興味のある方、こちらホームページにも詳しい内容載っておりますので、はい、はい、ぜひご確認ください。いろんなクーポン券もついてますね。はい、そうですね、はい、当日券が半額になるクーポンですとか、あとその他グッズが、うん、まあ、何百円か割引になるですとか、そういったサービスもついております。だからまあ今からも全部見るという決めてる方は絶対これの方がお得なので、そうですね、はい、はい、もしよろしかったらこちらの方もご利用ください。お願いします。よろしくお願いします。はい、続きまして劇団の客演情報です。はい、こちら岡田さつき出演東京マハロ第8回公演神様の匂い、はい、こちらがですね、17日水曜日まで下北沢駅前劇場で上演中です。はい、こちら僕見に行ったんですけど、なかなか、なんか見て、はい、結構ねテーマがね重いテーマを扱いつつ、それをなんか
さらりというと変ですけど、そんなに重苦しくやるわけでもなくという感じでね、うん、見やすい感じのお芝居で、桃子さんも大活躍しておりましたけれども、こちらもあと、2日となってしまいましたの で、はい、あのもしよろしかったらまだまだあの3ステージありますので、はい、見に行っていただけたらありがたいなと思っております。よろしくお願いします、はい、お願いします。続きましてこちら、はい、アネモイプログラム、はい、第2回公演幸せな孤独なバラ、はい、こちらがですね8月16日、もう火曜日から8月21日、はい、日曜日まで、はい、中野にありますテアトルボンボンで行われます、はい、こちらがですね、アネモイプログラムというのはですね、キャラメルボックスには、はい、あの演出部というのがありまして、はい、その演出部が、作演を交互にやるみたいな、その順番にやるみたいな感じでやって、今回は演出をですかね、演出をですね、はい、あのあそう、あ今回は演出を、今回は演出、ね、は演出が、有坂美希がやってるんですけども、はい、で作を、田島ミラノさんの、はい、幸せな孤独なバラをお借りしてやるということで、はいはい、第1回公演は、白井直がやったんですけども、ね、はいはい、これ第2回公演ということで、はい、こちらはですね暁組と伊佐宵組これ2チームありまして、はい、こちら交互にやりますので、はい、でそれぞれの出演者がですねキャラメルボックスには俳優教室というのがありまして、そちらの、卒業生の中で、はい、よりすぐった人を集めてやっております。こちらいよいよ明日からやりますので、はい、なんかもしよろしければこちらの方も見ていただけたら、はい、僕も昔のこの幸せな孤独なバラ見たことないんですけど、ああそうですか、残念ながら、ええ、まあその時は演劇に全然興味がないじゃないで、なるほど、で今回もね見たかったんですけど、ちょっとこの夏公演とがっぷりかぶっておりまして、ええ、そうなんですね、見られないんですけど、皆さんもしよろしかったら見ていただけたらありがたいなと思っております、はい、よろしくお願いします、お願いします。続きましてこちらですね、アームズ、こちらがですね不思議な少年、はい、こちらが9月22日、木曜日から25日日曜日まで、はい、青山ライブハウス月見る君思うでやります、はい、こちらはですねキャラメルボックスの真柴あずき、はい、坂口理恵、このお二人と声優の尾形めぐみさん3人のユニットでございます、はい、もうこれは第3回ですかね、ですかね、はい、はい、もうだいぶやってますね、はい、このライブハウスでやるのがよくあの恒例となっておりまして、はい、なんかお酒飲みながら見られるみたいな感じで、いつもねなんか前回はあれだ、そうだ、キャラメルボックスに入団した笹川彩奈も出てまして、そうですね、出てましたね、入団前に出てました、はい、出てましたね、はい、今回は誰が出るんだっけ、あ、前田彩が、はい、失礼いたします、はい、こちらもぜひぜひよろしくお願いいたします、はい、そしてこちらですね、やりますか、はい、大丈夫です、はい、はい、こちらがですねこちらが、稲野アンナ出演、はい、こちら手のひらサイズ、こちらがですね大阪公演がですね、10月11日と12日、はい、ヘップホールでやります、東京公演が、はい、9月の、17日、あ、ごめんなさい、ヘップホールが9月10日、11、12ですね、はい、で東京公演が9月17日、18日、19日と南大塚ホールで行われます、はい、こちらもぜひよろしくお願いします。で、駆け足で、 足で、はい、渡辺杏里出演、夏休学、女体シェイクスピア、はい、こちらがですね、東京公演が9月16日金曜日から、25日日曜日まで、はい、シアタートラムで行われます、はい、その他大阪公演、はい、三重公演、はい、愛知公演とありますので、はい、こちらもぜひぜひよろしくお願いします、はい、女体シェイクスピアというシリーズの脳殺ハムレット、ハムレットですね、はい、すいません、急いでやりまして、はい、ちょっと時間があっという間に来ましたね、なんか今週早いですね、はい、というわけで、夏公演まだまだやっておりますので、はい、よかったら劇場まで足を運びください、はい、待ってます、来週こちらの放送は、はい、来週月曜日には更新される予定です、はい、それでは皆さんまた来週バッハハ、はい、ここからはキャラメルオックス PV をご覧の皆様のおまけコーナーです、はい、さてさてこの降り注ぐ100万粒の雨さんが絶賛上演中なんですけれども、はい、今回はねやっぱ立てが激しいというか、そうですね、今までの中で一番多いですかね、うん、その仁助三部作の中でも、はい、特に最後の立てが
かなりのボリュームがありまして、そうですね、僕も稽古しか見てないんですけど、はい、はい、すごいですよね、みんな汗だくでございます僕もめちゃくちゃ汗かいてて、どのぐらいかいてんのかな、なんかもう毎年夏僕なんか汗かく芝居してるんですけど、うん、あ、そうだね、去年も一昨年も、一昨年の時には風邪をつぐものから、うん、もう水分補給の大事さを知りまして、はいはい、だいたい1リットルぐらい芝居中に補給してますかね、途中途中で、本番中に1リットル、へだからその去年の龍馬の時に加藤さんがどれぐらい体重減ってるか調べろ ってやったんですけど、ほぼ変わってなかった、その分飲んでるから、はいはい、だからまあ1リットルか 1.5 リットルぐらい飲んでたから普通に考えたら 1.5 キロぐらい減ってたのかもしれないですけど、うん、で今回もかなり飲んでいて、みんなねその男優陣は出てない時は着替えてるかなんかしてるかみたいな感じで、はいはいはい、忙しいんですよ、うん、そのまあ見てる方はあんまり気づかないかもしれないですけど、そのはけたら着替えて出てくるっていうのが多くて、うん、まあだからそのドキュメンタリービデオとかで袖とかがあったらものすごいことになってるなと思います、うん、で今回はねその曲も今までのそのシリーズ、うん、風を継ぐものと裏切りごめんの中からも抜粋されてきてますので、うん その2作品を見たお客様は、うん、今回のを見るとすごくなんだろうな、うん、前のシーンも思い浮かぶし今回のシーンともフラッシュバックしたりとかして、うんうん、すごく楽しんでいただけてるみたいでありがたいですね。これまだサントラって発売になってないですね、うん、確かね、でもそろそろっていうようなことを坂本チーフが言っている気がしますそろそろ、はい、はい、なのでね、そのサントラが出来上がったらぜひぜひそちらもお試しいただければより一層楽しめるんじゃないかと思っております、うんうん、はい、あとはですね、この仁助と沖田と土方がですね、うん、はい、こう終わりゆく新選組をですね、なんか物悲しくも前に進んでいこうっていうお話になってるんですけれども、うん、それがね、なんか関係性がね、いよいよこうギュッと今回でまた近くなってね、僕としてはその嬉しいなと思うんですけども。ま、前の風を継ぐものの延長線上でやってて稽古始まった時から、まあ、初日からも言われたんですけど、その関係性が、うん、新選組の関係性がすごく出来上がってていいなって思われてて、なるほどこれからもっともっとその他との関係性とかもねより濃く見えてくればいいなと思ってるんですけれども、うん、1週間ちょっとやってみて、まあいろいろな見え方があってですね、その、うん、初めて出てくる登場人物とかとの関係性とかがまた違って角度で見えてきてて、僕はやってて面白いんですよ。その他の方々がねどう見えてるかは分かんないんですけど、うんうん、その友情がまた新しい友情が入ってきてて、うんうん、大地さんがまた新しい役で出てきてるんですね。そうだね、うん、その風を継ぐ者の勝負ではなく、うん、はい、また新しい、はい、それがね結構かなりのね重要なポジションになっておりまして、そうですね、複雑な役ですね。難しいですよね、うん、そうでもそれを大地さんだからしっかりと深みのある芝居でやってまして、うん、それを見る価値もすごいあるなと思ってて、沖田さんがその花中さんなんですけど、はい、そのもう沖田の末期なんですよね、その、うんうん、結核になって、はい、だから動きたいんだけど動けないみたいな、うん、沖田の苦悩とかも出てて、で花中さんって結構普段動ける人だからその自分に抑制をかけてね、はいはいはい、芝居をしてるのとかも見てて、うん、こっちも辛くなるというか、はいはい、余計感情移入できる風になってて、だからねお客さんの中でも、まあ、一応仁助主役なんですけど沖田さんに目を向くっていうのがかなり多いですよ、うん、まあね、いやまあでもそれは風を継ぐものとかもやっぱそれはありましたよね。ありました、そこはそうそうそう、こうしっかり2人がこう立っていく芝居っていうのはね、だからね、いろんな人にねこう見る場面がすごくいっぱいあって、うん、まあそう土方さんもありますし、はい、そのやっぱ別れっていうのがね今回あるかなと思ってて、うん、前回と違ってね、そこがねいろんなシーンであって重要になってるなって今回はすごく思いますね、うん、だから結構だだ泣きしたっていう人が劇場では多くて、はい、うん、なんか嬉しく思っております、ね、はい、はい、でまあこれからね
まあ、2週間東京公演ありまして、はい、その後名古屋神戸と伺いますので、はい、この夏にちょっと暑苦しい芝居してますけれどももしよろしかったら、はい、劇場まで来ていただけるとありがたいです、はい、劇場で待ってますのでどうぞよろしくお願いします。お願いします。というわけでお時間となりました、はい、こちらの放送は来週月曜日には更新される予定です、はい、それでは皆さんさようなら。